います、ヤプロです。今からドッキリしていきたいと思います。題してお酒の中に勝手に媚薬を入れたら愛ちゃんは気づくのか第2弾ということですね。あの伝説の企画、僕の動画で今91万回いってる動画、それの第2弾いきたいと思います。今日買ってきたのはこれです。これをお酒に忍まして愛ちゃんに飲ましてどんな反応するのか見ていきたいと思います。今愛ちゃんお風呂入ってるんでさっさと行きたいと思います。それではレッツスターティング。エアプロハウスパインパインに冷えてよいしょよいしょ、晩酌となりましたんでちょっと飲みましょう。すいません、会社部長こんな色なんや。ほろ酔いてなんか意外に透明やな。はい、頑張ってんのか。頑張りしかしてないです。それじゃあ乾杯。乾杯。うまっ、いっちゃうまい。やっぱあさっきまで、まあ、栗焼酎はもう強すぎた。栗焼酎水割りはちょっと私には難易度高すぎるわ。柿の種わさび味一人一袋な。縛りあんの。確かに俺顔若いかも。いやめっちゃ若い。だって私の分も飲んだよ全部。うん、栗焼酎で酒が回っております。うまっ。おいしい。辛っ。氷の音なったら入れんねんで。一回も入れんかったよかった。あ、じゃあ氷冷やしとか溶ける。まだ腹減ってるわ。続きましてポリンキー。うまっ。止まらんなこれ。止めよう。栗焼酎にこれ混ぜたらどうなんじゃ。次混ぜてみよう。勝手に仕上がれって感じ。楽しいな、旅行終わんの。早くない？勝手に終わらせんといてくれへん。イカ食べよう。ソフト先からレモン風味。なんか食いたことあるやつ。なんか口に残んな。なんだなんだ。じゃあ今から寝たら負けゲーム用意したと。だって私今日公約より10分早く起きてる。10分だけかい。あれあ、見ました今、寝てましたね。お願いします。ボーイさん。いや、ガールやし。ガールさん。え、てかさ、ホストクラブにはガールがいいの。おらん。知らんけど。ボーイの発音でガールいる。絶対スポガニやん。もうそれボーイでええやん。ガールって言うんだったら混ぜた。いただきます。ん？分かった。何？いちご。正解。おっしゃい。いや、こんな分かるに決まってるやろ。あーうーあーうーあーうー。飲んだん？飲んでるよ。えぇ？へへへ、弱いとかじゃない。でも、ハンバーター私ほんまに飲まなくなったよな。じゃあ俺がちょっと作ってきたろ。5種類入れたろ。そんなない。え、あと4本ぐらいあるよ。3本。氷はいる？いる。見といて。セアープロ。目つぶりやん。つむってるやん。缶やんこれ。だ缶やん。え、コップは置いてきた。缶に何入れたってこと。いや、それ当ててってこと。もも飲み切るまで見たらあかんねん。銘柄もも。にちょっとレモン入れたってこと。いや、最後飲み切ってから俺が正解したかを言うわ。じゃあそんな一気に飲まれ。目つぶる。ポリンキーうまいな。見てんない。いや見てない、ほんまに見てない。味がそうやもん。だってシャポチャポやねもん。なんか飲めるってそんぐらい。なんで最後まで飲まなかったの。いや俺も飲んだよ。俺も飲んだ。飲んでへんやん。いや俺も飲むし飲むか。一気は無理。一気飲みって私したことないで。そんなやつおらんやん。いや俺もこれ一気飲ま。桃や。じゃあマジでヒントを出すなら栗は入ってへん。あ、わかった。桃にイチゴ入れてんな。じゃあ最後に言うってことや。ファイナルアンサー考えや。おい、その感じで寝んな。だって目開けたらあかんねんもん。その感じで寝なよ。でも目開けてすごい匂い。焼きた。焼きた。なんか硬いな、いつもより。開け見たらあかんねん。エアリアルかわからん。いや、エアリアルしかないって思う。食べたもん忘れてみてや。はよ。やめて。爪。それか親指でした。親指の爪。足の親指でした。次、行くで。マドラ。ブブ。俺がめちゃめちゃ舐めたマドラでした。一緒や。飲みやはよ。そんなやつ。もう減ったやろ。なんか目隠しのなんかくれへん。巻くやつ。見えへん。もう見えへん。一人で目開けて何が正しいの。じゃあ飲みや。私さ、さっきのやつ残り飲みたいんだけど。いいか、飲んでみ。どうも、よくぐらいカランカラン言うてんなと思ってんな。ちゃんと飲んで。飲む前って、前ってぐぅちゃんと飲んで。
ちゃんと飲めって。タリル飲み方、タリル飲めるか、ストローやんけ。うん、違う。顔にやめて。え？は？どういう飲み方？分かってんね、雰囲気で。さっきみたいな感じてるから、私なんか甘い匂いしてんな。すごない？分かる？なんかドーナツみたいな匂いする。手なんかかけてるやろ。みたいな。何がどういうこと？なんか近くで見てる。意味が分かんない。どういうこと？近くでなんかかけてるやろ。なんか甘い匂いしてんの。いやいや、なんか近くに置いてる。この辺に置いて。この辺にほら、この辺にかがしてるやろ絶対。マジで俺何も持てへんねん。手貸してみ。反対。おい、口の中入れた。え、口の中入れた今。なんで俺カリカリって言った。噛んでへん。いや、もう手から、口から出した絶対。これカメラに収まってるからこれ。噛んでへん。やってへんって。飲み方どうなってんねん。持ち方どうやねん。冷たい。なんか甘いな。何がどういうこと？今だって今匂いしていいもん。甘いってなんなん？ドーナツみたいな匂いすんね。ポリン聞いてなくて。マジで言ってんの？マジでほら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 言ってるやん。なんか甘いって。動くなや。そんなん言うて、その豚の中で寝てんやろどうせ。かぐな。何もないから、嗅ぐな。ここ無縁。それ何も匂いせんの？うん、今大丈夫。今も大丈夫。今はしてんの？大丈夫。一応大丈夫。してるの？うん、しーひん。今は？動かんといて。あ、ちょっとしてる。何の匂いが？リアルリアル。ポリンキー、ポリンキー。三角形のポリンキー。さ、歯にバンあずだから、俺ね。もう、くず一発入れる。どこやってんの？だって見えへんねん、仕方がない。100円これ安っ。汁ありえへんぐらい多いよ。ぐらい多いよ。ぐらい多いよ。おい、何寝とんねん。寝てることか分からんやろ。アホみたいに。いない。そんなとこさ、なんで。一個、たまたま取ったんで。もっと目離し。いいよ。やっと解放された。どう、ほらこっちの世界どう。桃。え、ちょっと言ってへんやん。ちょっと待って、なし。いや、言ったやん。桃といちご混ぜたやつ。ファイナンサー。ファイナンサー。じゃあ詳しく言うわ、うん、桃を開けて小林くんちょっとだけ飲んで、その中にいちごって入れた。ファイナルアンサー。もうこのイカには戻れません。一回も言っていません。正解。ほらな、工程も持てるやろ。なんで分かった？ほんで、匂いのやつとかも当たってたやろ、大体。なんか後で見たら分かるし、多分全部当たってる。だってさ、急にな、世界変わんねんか、鼻の世界。鼻の世界。鼻の周りの世界変わんねんか。見てこれ、いいか。え？チェックで。足のコップは。めっちゃええやん、これ。酒のあてにもよし。やっぱ俺腹減ってたわ。な、お菓子全部なくてる。減ってた？誰？あんた。助けて！誰か助けて！そんな、やめてくれ！何て言うの？めて！はぁ、もう！誰？ん？誰が？名前を聞いて。何の？は？何の名前？名前？誰って聞いた。あんたって言ったの。誰って聞いてたのに。あんたって言ったから。誰って聞いて。逃げてんなよ。お腹空いてたやろって言うから、誰がって言ったら、あんたって言ったよ。あんたや。誰助けてくれ。誰が、誰、死ぬ。誰、そんなやめて、そんなとこ触らんといて。誰って言ってる。誰って言ってる。
何の何がちゃう話にならあいちゃんやろなんでキモケやセアプロなんでこれ持ってきよ今まあまあ回ってるわやろうなそんなのしかかってこんといて興奮してんね興奮してたねしてたな遊び神々なほんま何ドッキリ何のテッテレほんまはあるやん GoPro 持ってきてんや興奮したえなんか入れた美薬なんだっけ精力剤入れた入れてないでも興奮してた俺の上にのしかかりやがふざけんなどうやって撮んの俺何を警戒してんの熱っ正味ちょっとしたちょっとしたちょっとピンク何ピンク100中何歩何歩ピンクやった78撮ってるとかじゃないけど何かこれあるなてってれーほらなーほらなーいやーピンクでしたねじゃあ賞味どうやった高ぶってるえそれはなお酒のせいもあると思うでうー鋭かったのそうやろということでかなりピンクでしたそれでは今回も大成功でしたね愛ちゃんはこういうのに弱いということが今日で分かったと思いますんでまたいつの日か10年後ぐらいにまたやりたいと思いますご視聴ありがとうございましたここでチャンネル登録お願いします俺はほんまにのしかかってたよ2回もだから誰が続けてーとか言ってたんや